君は昇進降臨、あの笑いの神様が降りてるって言ってるんですけど、そう、とりあえず今日はルーペを首から下げてなかったもんですから、プラチナかと思ってたら後から見たらホワイトゴールド、純金ホワイトゴールドだったり、なんかもうちょっと真剣に私はしないといけないなと今日は反省しております。で、あの今なんて話そうか、まあ、頭の中全然まとまってなくて今話してますけど、あの中古の携帯電話はですね、あのこれ同業者の皆様にちょっとあのもしご参考になればと思って今話してます。あの白ロム赤ロムとかいう言葉がありまして、その赤ロムっていうのが要はその自己電話というあのいうその表現によって赤ロムという言葉があるらしいんですけど、要は前の使用者がかなり電話料金をあの使われて、その未納のままになってるからその使用停止になってる電話のことをその赤ロムというみたいなんですが、その商品、その携帯が自己携帯ではないかどうかを確認してあのお取り扱いにならないと、ちょっとこれはあの馬場を引くことになりますので、あの同業者の皆様ちょっとお気をつけになってください。でこの件でもし詳しいお話をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、あの遠慮なくあのお電話ください。なかなか難しい商材だなと思って、あの今回ちょっとお手つきに会っておりますので、同業者の皆様くれずくれもお気をつけください。ちょっとなんかしんみりしてるね、なんか今日ね。しんみりしてない。いやでも本当に気をつけながら、あの扱わない、扱っていい商品なんですけど気をつけながら扱う商品ですね。ということで、あの携帯、あでそれが何で分かったかと言いますと、分からずにオークションに出品しておりましたら、出品画面に質問であのお客様の方から、これあのひょっとしたら赤ロムじゃないですかっていうご質問を受けまして、あの直接お電話もいただきまして、あの今日再々きちんと調べ直しましたら、あのビンゴで、残念ながら悲しいビンゴで、お問い合わせいただきましたあのお客様本当にありがとうございました。おかげさまであの助かりました。わからないまま売っててお客様にご迷惑をかけることになりましたので、それを未然に防げて不幸中の幸いでした。昨日いただいたお客様本当にありがとうございます。あのこの場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。今日ちょっと取り留めもないお話になりましたけれども、あの今後ともどうぞよろしくお願いいたします。赤ロム携帯はどうぞ注意して、赤ロム携帯はお取り扱い不可ですので、同業者の皆様どうぞくれぐれもお気をつけください。安くて便利な春町、 JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。